ラビットは1945年の終戦により中島飛行機から解明した富士産業が製造販売。一般にはラビットスクーターの名でも知られる。1946年製造開始。第二次世界大戦終了直後に入手したアメリカ合衆国製のパウエル式スクーターを手本に日本国内の経済性や道路事情を考慮して開発された。 一部モデルは海外へも輸出されたが、一般家庭への自動車の普及やホンダ技研工業のスーパーカブの台頭などもあり、1968年6月末をもって生産を終了した。ツーリング150試作者、中島飛行機の協力工場であった野村工業が戦前に日本に持ち込んだパウエルストリームライナーを半途した。 1946年8月から1947年2月に GHQ の製造許可を得て20台が試作された。大田工場製がラビット、三鷹工場製がポニーのブランド名で呼ばれたが、ポニーの衣装はすでに他社によって登録されており、ラビットに統一された。第二次世界大戦後に余剰となった爆撃機銀河のオリンを流用装着したと言われているが、 航空機用のタイヤは溝がないスリックタイヤであるため実際に流用されたのは大田工場製の試作に号車までで、その後の車両にはトレッドパターンが刻まれた3.50から5タイヤが新たに装着された。ラビット s 1 9 4 7年2月、同年12月に538台が生産された初の量産モデル。 135cc 空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載。ラビット S-12S-1 の改良型でフロントサスペンションなどを追加。高質に兼納された。ラビット SP-12S-12 のアメリカ輸出仕様。新中軍基地内の PX で販売された。ラビット S-2 ラビット S-22 ラビット S-23、ラビット S-25、ラビット ES、S-22 ベースの電気スクーター。戦後の新中軍占領下での燃料不足に合わせて開発されたが、実用性が低く生産台数は23台。 ラビット S-31 ジャックラビット S-32 ラビット S-41 ラビット S-47 ラビット S-48 ラビット S-52 ラビット S-53 ラビット S-55 ラビット S-611954 年発売 225cc クーレ4サイクルサイドバルブ単気筒エンジンを搭載 シリーズ初のトルクコンバータを採用し、ベストセラーとなった。ラビットジュニア S-711955 年発売。シリーズ初の2ストロークエンジン車。国産初のグリップチェンジ採用モデルでもある。発進加速に優れ、当時公表された最高速が時速 70km だったのに、対し実際は時速 85km 以上出た。 爆発的にヒットした。ラビット S-1011957 年発売。S-61 の後継として、排気量を 246cc とし、出力アップした仕様。シリーズ初のオイルダンパー採用者。246cc クーレ4ストロークサイドバルブ、短気筒 PS、7PS 4000、4000rpm、1.36kgm。 3000rpm。3000 152kg。ラビットマイナー S-201958 年発売。コンパクトな車体に前後15インチホイール採用の扱いやすさを追求したモデル。87cc2 ストローク単気筒エンジンを搭載。ラビットジュニア S-82958 年発売。 バッテリーを搭載しフラッシャーや直流ホームを装備できた。ラビットスーパーフロー S-6011959 年発売 S101 の機能向上型として開発された。外観は継承するがパワフルな 199cc 空冷にストローク単気筒エンジンと新設計型持ちユニットスイングを搭載。ラビットスカーレット s 1 2 9 6 1年 発売。当時鉄製が主流だったボディ外装を、高質ポリエチレンとして 65kg の軽量な、車体を実現した。50cc クーレストロークピストンバルブ単気筒、3PS、6000rpm、0.38kgm、4000rpm。ラビットジュニア S-301A1961 年、発売。 123cc 空冷ニストローク、単気筒エンジンを搭載。ハンドチェンジ式3段マニュアルトランスミッションにより、最高速度、途半性能などを向上。ラビット S-402A1962 年、発売。S301A をベースにエンジンを 142cc とした輸出使用者。ラビットツーリング S-301A1963 t 年、発売。 123cc 空冷エニストローク単気筒エンジン搭載。日本初のフォームラバー製、前後一体シートと前後にキャリアダンデムグリップを装備。ツーリングを意識したモデルで、専用のツーリングバッグなどもオプション設定された。ラビットツーリング S-402AT1963 年、発売。ラビット S402A をベースとしたツーリング車。 ラビットツーリング 150S-402BT1964 年発売。ラビット S402A の輸出使用者。当時海外で、世界で最も美しいスクーターと高く評価されたモデル。ハンドチェンジ式4速トランスミッションを装備。ラビットマイナー S-20021964 年発売。 15インチホイール、スマートな車体を採用しあまりラビットらしい外観ではない。粘り強いエンジンを搭載し、扱いやすさを狙ったモデル。87cc 空冷にストローク短気筒 5. 5 PS、5.5PS6500rpm、83kg。ラビットジュニア S-301B1964 年、発売。吸気方式を、 従来の S-301A のピストンバルブから、クランクウェブ式、ロータリーバルブに変更した馬力向上されたモデル。ボディその他も、各部改良を実施。ラビットスーパーフロー S-301BH1965 年、発売。S-301B の変速装置に、流体トルクコンバーターを採用したモデル。 ラビットハイスーパー S-211A1966 年発売ディスクロータリーバルブを採用した 90cc にストローク短気筒エンジンを搭載独自の車体設計によりシート下に大容量のトランクルームを持つラビット t 7 5百9 5 5年発売 S-61 の後部を荷台としたオート三輪使用モデル ありがとうございます。